エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファウンデーションの大木久志です。はい、エクソダスエピソード27始まりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今週もですね、早速ビットコインとイーサのマーケット情報からご紹介していこうと思います。それではこの1週間のビットコインとイーサのマーケット情報を振り返っていきます。ビットコイン先週の週始め8月28日月曜日の始め値が382万8500円、1週間後9月3日の日曜日の終値が380万275円でした。週頭から約 0.73% の下落、まあほぼ週頭から週末にかけて値段を戻したという形になっております。続いてイーサリアムもご紹介します。イーサリアムは先週の週始め8月28日の月曜日の始め値が243,139円、9月3日日曜日の終値が239,379円でした。週頭から約 1.52% の下落となりました。イーサリアムもほぼほぼ価格変わらずというところなんですが、まあこの1週間マーケット振り返ると、実はその週頭、月曜日と日曜日で比べるとですね、ほぼ動きがないようなんですけど、前回のエクソダスのエピソードでも緊急で情報を差し込みましたが、まあ値段は実は大きく動いてる1週間でした。後ほどもニュースでも取り上げるかもしれないんですけど、29日にグレースケールの現物ビットコイン ETF の審査をめぐり SEC に勝訴するというニュースが流れて、一時期ビットコインに関しては日本円では411万ぐらいまで高値をつけました。で、ただですね、その後価格がちょっと維持できずに、31日には今度は SEC が、まあ、ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、バンエク、ウィズダムツリー、インベスコ、バルキリーの現物ビットコイン ETF の承認判断を、まあ、延期すると、まあこれはなんとなく想定内だったかなというところもあるんですけど、そういった報道が31日にあり、そしてまあ一時上がってたビットコインの価格をまた戻すという形になってます。まあ引き続きやはりこの現物 ETF ビットコインのに関するですね、まあ、報道になんか右往左往させられてるビットコイン相場かな、ビットコイン、まあイーサもそうなんですけれども、暗号資産市場だったかなというところでございます。続いて暗号資産全体の時価総額です。コイン月光の調査では9月4日の調査で時価総額が158兆6984億円でした。1週間前が159兆1307億円でしたので、まあ約 0.23% ぐらいの時価総額はダウンとなっております。続けて暗号資産のドミナンスです。いつもですね、ちょっとコインマーケットキャップのドミナンスチャート見てたんですけど、最近なんか調子が悪くて数字が取りづらくなったので、ちょっと今週からコイン月光のドミナンスの方でご紹介していこうと思います。28日のビットコインのドミナンスが 46.35%、 9月3日のビットコインドミナンス 46.47% ということで、まあドミナンスほぼほぼ変動なかった1週間かなと思います。イーサも 18.18 から 18.15、 USDT が 7.56 から 7.65、 BNB が 3.06 から 3.04、 XRP 2.53 から 2.44、 USDC が 2.38 から 2.41 というような形のドミナンスの推移でございました。続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちらは28日の月曜日からご紹介します。28日月曜日39の悲観、29日火曜日が39の悲観、そして価格が上がって30日は49の中立まで指数も上がっています。続いて31日は52の中立まで上がっていました。ただまあいろんなニュースを受けて、9月1日の金曜日では40の悲観、そして9月3日土曜日39の悲観、9月3日の日曜日40の悲観ということで、まあこちらの指数も週中半ばで上がりましたが、また悲観ということで、まあ1週間前と同じぐらいの指数に戻ってるかなと思ってます。この現在収録9月4日に行ってますが、本日も40の悲観という指数が出ております。続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが
取引所に送信されたトランスファーされたボリュームの総量ですねの数字でございます。こちらもこの1週間では大きな動きがありませんでしたが、若干週半ばに伸びたかなというところがあります。28日のインフローが 24,220 ビットコインで、29日のインフローが 47,699 ビットコインで、その後また30日31日ぐらいにも一時伸びて、最終的に9月3日のインフローは 18,497 ビットコインということで、まあまあこの週は、まあ、若干ですけれども伸びたかなというぐらいで、さほど大きな数字の変動はありませんでした。続いて取引所が所有しているビットコインの残高の推移です。こちらも毎週お伝えしてますが、この1週間は若干ですね、まあ、全体で見るとまだまだ低い、ここ5年で見てもですね低い推移であるんですけど、まあ、細かく週次で見るとですね、この1週間は少し取引所のビットコインボリュームが増えてるかなというところです。28日の取引所のボリュームが 226万3161 BTC で、一番伸びたところで9月1日が 227万5377 BTC ということで、わずかに伸びてるというところがあります。で、9月3日時点では 227万2233 BTC というような総量になっております。まあ依然として低い数値は保ってるかなというところではあります。はい、ということでざっとですが、この1週間のビットコインイーサの値動きとその他指数についてご紹介していきました。大木さん、何かこの1週間のマーケットで補足ございますでしょうか？そうですね、先週は、はい、まあ、一回発作的にビットコインが上昇した後ですぐまた元に戻るっていうような現象がありましたと、はいはい、うん、で確かにビットコイン ETF に左右されているような相場かなというふうには思ってまして、あとなんか噂なのかなのか分かんないですけど、はい、JP モルガンが SEC がグレースケールのビットコインを承認するだろうっていう、はいはい、あ、グレースケールのビットコイン ETF ですね、ビットコイン現物 ETF、スポット ETF ですね。そうです、そうです、うんうん。を承認せざるを得ないだろうみたいなニュースとかも、はいはい、出てましたね。出てますよね。うん。なんで、ここら辺に左右されるのかなというふうには思うんですけど。なるほど。まあ、ただ、あんまり昔ほどの、先週一瞬上がったとしても、まあ、ほんと少ししか上がってないと思いますし、はいはい、このビットコイン ETF にどこまで熱狂する人がいるのかというと、うん、昔ほどと言ったらですけど、はい、このビットコイン ETF 承認の可否判断のニュースってもうね、多分志田さんも何回も、いやーもう変えてきたと思うね。だからちょっとまあ、大きいことは分かるんですけど、もうこれ本当に何回書いただろうっていうぐらい書いてるじゃないですか。そうなんですよ。大木さんが編集長やられた頃もありましたよね。ずっとその頃から上がるかも上がらない。ましたよ。で、こういうなんかアナリストとかがもう近いみたいなこと言ってっていうのを繰り返してるので。繰り返してますね。はい。うん、だし、まあ、やっぱり当時と違うのは、こう、ビットコインだけがニュースじゃなくなってきてるっていう。はいはいはい。のがあるので、まあ、うん、関心がばらけてるのかなっていうのもあるんですけど、あんまりその、うん、そんなに、そこまで、グレイスケールが SEC に対して裁判で勝ったっていうニュースも、はい、そんなになんか盛り上がんなかったんじゃないかなとは思ってます。うん。突き抜けなかったですよね、その後ね。まあもちろん現物ビットコインね、承認されたっていうニュースじゃないので、再審査っていうことなので、うん、あれですけどね。そうですね。はい。うん。ただ弱かったですよね。まあ上がったもののすぐ戻しちゃうっていう。そうなんですよね、うん。で、まあやっぱりね、もう9月に入りましたけど、まだまだ市場は閑散としている気がしていて、うん、Google 検索のトラフィックで、クリプトカレンシーを検索する数みたいな世界で、まあそれをこう見れるサイトがあるんですけど、はいはいはい、これが5年ぶりに低水準を記録したっていう。なるほど。はい。まあ、いわゆる日本でいうと仮想通貨と検索する人の数が、そうです、そうです、過去5年で最低ぐらいになってるみたいな、うん、そうですね、はい、なので5年前っていうと結構前ですね。結構前ですよね。2018年か、うんうんうん、あ、2018年の閑散期と同じぐらいかっていうことで。なるほど。でその後ね、2020年その後2年かかりましたけどね、うんうん、強気そばが再開するまで。そうですね、うん、とか思ったりしながら、まあまあそのまま当てはまらないでしょうけど、まあニュースは、明るいニュースは出てきてるんですけど、それに伴うボリュームというか、うん、人の数というかが戻ってきてないと思うので、うん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 、まだまだ相場は静観というか、なかなか鈍い動きが続くんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどね。はい、確かになんか昔より一般の友達とかに、一般の友達っていうのも変ですけど、普通の業界に勤める僕も知り合いとかと飲んだりしてても、なんかビットコインとかの話出ないですね。
出ないですよね。うん。ちょっと全体的に関心がというような雰囲気もありながら、ただなんか、銀行がね、アメリカで地銀レベルの銀行がいろいろ潰れた時はなんかすごく注目されたような気もしたし。はいはいはい、はい。ただなんか確かに今、大きな材料があっても、なんか果たしてこう、ガーッと行くのかって言われると。そうなんですよね。ちょっと見えない。やっぱアメリカの規制の行方がわかんないのも大きいのかな、なんか重しになってるのかなっていう気もしなくはないですけどね。まあちょっとそこもね、もちろん今回のグレースケールの件でまたポジティブにはなってきたものの、だからちょっとまあ相場の状況とかいろんな数値、今日紹介したもの以外でもいろんなデータ見てても、なんとなくまたちょっと市場の動きには注意だなみたいな。どっちかといえばバッドニュースで下がる方が大きいんじゃないかなっていう気はしてる。そうですよね、確かに。ね、なんか確かにわかんない。本当これ鑑定、まあそれで言うと本当に下がるきっかけを待ってる方が強い気もするんですよね、なんか。うん、なんかね、これちょっとロジックじゃないですけれども。はい、そうね。ちょっと、なんか落ちるとこまで落ちたからと言われるとそうでもない気がする。でもそこかもしれないみたいな考え方もあるもんね、今がね。そうそうそう。いや、難しいとこですよ、これ。まあそうですね。だからちょっといろんなニュースには引き続き敏感になっといた方がいいのかなとは思っております。まあこのエクソダスなんかも参考にしていただきながらね。はい。はい。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしております。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行など最新情報について DYDX 日本コミュニティ、ジャパンコミュニティのノートやツイッターで情報発信しています。この番組の概要欄に様々なリンク貼ってますので、ぜひ皆さんも DYDX 日本コミュニティのノートやツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは大石さん、今週何かお知らせございますか？はい。まあ、今週も引き続きパブリックテストネットをぜひお触りくださいというところをお伝えしたいですね。はい。はい。開発の方は今のところは順調に進んでおり、うん、メインネット V4 以降が、まあ、10月。だね。あと1ヶ月、2ヶ月ですね、これ。1ヶ月、2ヶ月ですね。で、完全体のメインネットローンチってあるんですけど、3段階に分けて。フリーザみたいですね。あ、フリーザ、そうです。アルファ、ベータ、完全体だと。はいはい、なるほど、なるほど。で、完全体が11月だと言われています。ほう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 。で、まあ、それを後押しするというか、まあ、粛々とというんですかね。うん、そのまあ、後で触れますけど、まあ、USDC の、コスモスネイティブの USDC が導入されることがようやく見えてきたし、うん、まあ、あとはそうですね、DYDX トークンっていう、まあ、今、イーサリアム基盤のガバナンストークンがあるんですけど、うん、これがそのままというか、コスモスチェーン、DYDX チェーンに移行すると。いうのを、こう、コミュニティが支持する投票があったりっていうのがあったので。なるほど、なるほど。まあ、着々と外堀を埋めてってるっていうところですね。あとは、エンジニア力で、はい。UIDX チェーンを立ち上げるっていう、うん。ところだと思います。まだ課題は山積なんですけど。なるほど。いろいろ、ガバナンス面でもやらないといけないことはあるんですが、そうです、はい。とりあえずは、はい。粛々と進んでるかなという感じです。はい。ありがとうございます。それではこの1週間のニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドライン形式でお伝えします。その後気になったものをですね、僕と大木さんの方で深掘りしていきたいと思います。それではこの1週間のニュースはこちらです。グレースケールインベストメンツ現物ビットコイン ETF 審査をめぐり SEC に勝訴、報道を受けビットコインも高騰。ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、バンエク、ウィズダムツリー、インベスコ、バルキリーらの申請の現物ビットコイン ETF、米 SEC が承認判断を延期と報道。メーカー DAO が日本でサブ DAO を立ち上げる構想を発表、フラクトンベンチャーズのイベントで。メーカー DAO 共同創設者、ソラナベースのブロックチェーン構想を提案。米地裁、ユニスアップに対するトレーダーらの集団訴訟を全面的に破棄。DYDX、V4 採用と独自チェーンへの DYDX トークン移行がコミュニティで可決。コスモスネイティブの USDC がノーブル経由でローンチへ。SEC が米メディアエンターテインメント企業インパクトセオリーを NFT の未登録証券募集を行ったとして起訴。コインベースにペーパルのステーブルコイン PYUSD 上場。
バイナンスが BUSD の取り扱い終了へ FDUSD への変換を推奨。ロビンフッド提供のノンカストディアルウォレットロビンフッドウォレットがビットコインと同時コインに対応。パンケーキスワップ V3 がコインベースのイーサエルスベースでローンチ。DEX のバランサーから2100万ドル相当が不正流出。スウェットコイン9月12日より米国等の複数の国で獲得可能にスウェットエコノミーが発表。PayPay がブロックチェーンハイベックス接続。台湾の決済サービスが国内で利用可能に。金融庁が暗号資産含む来年度税制改正要望を公表。NEC が Web3 とデジタルウォレット事業でデータゲートウェイと協業へ。三菱 UFJ 信託と銀行が暗号資産信託提供に向け協業。2023年度中の商用化を目標に。キャプテン翼ライバルズのトークンがゲート IO に上場。ビットトレードに EOS 国内初上場へ9月中取り扱い予定。コイントレードにニアプロトコル国内初上場。ビットバンクにレンダートークンが国内初上場へ9月7日より取り扱い開始。 OK コインジャパンがダイと柴犬のポリゴンチェーン対応。 JCBA 日本暗号資産ビジネス協会が国内 IO の規制ルール整備との報道。上場暗号資産に売却制限など。バイナンスジャパンが国内戦略を発表。早期に100銘柄の取り扱い目指す。プレイシンクがアバランチサブネットでブロックチェーンミンタラの立ち上げ。はい、ということで今週もいろんなニュースがありましたが、まあ、まず冒頭の相場のところでも話しましたが、まあ、グレースケールのニュースというのが一番まあ話題になったのかなとは思います、はい、で前回の放送でもちょっと補足したんですけれども、これまあ、単純に現物 ETF を申請してたというのとちょっと違って、実際まあこの GBTC っていう投資信託ですね。それはすでにまあ、グレースケールを販売してる形になるんですけれども、これを ETF、上場投資信託に転換する申請を2021年の10月に SEC に申請してたんですね。で、ただ、まあこれが却下されたために、グレースケールは2022年の10月に SEC を提訴していたという状況です。だつまり GBTC をそのまま ETF という形に申請したんですけどダメだって言われて何が違うんだよみたいな、まあ、理屈で、争っていたんですけど、うん、実際今回それがまあ裁判の判決が出てグレースケール側が勝ったというような状況になってます。でだからといってまあ現物 ETF がもちろん上場するというわけじゃないんですけれども、裁判所としてはもう一度 SEC にこの ETF にして承認拒否を取り消すようにしなさいということが29日に明らかになりました。で、まあ意見書では SEC が2つのビットコイン先物 ETP の上場は許可したにもかかわらず、グレースケール申請の現物ビットコイン ETF を承認しなかった理由が十分に説明されてないと、その意見書では指摘されています。そして、高訴裁は SEC に対し、一貫した説明がない以上、同種の商品に対するこのような規制上の取り扱いは違法とし、グレースケールの現物ビットコイン ETF の再審査請求を求め、SEC の命令を取り消すと判決を下したというところで、まあこれを受けてビットコイン上昇しましたと。で、まあ、先ほど言ったように価格戻しちゃった今言うのもなんなんですけど、一時はまあ、とはいえ、かなりクリプト業界は盛り上がっていて、うん、記念碑的な前進だみたいなですね。グレースケール側もコメントをしていましたし、まあ、称賛の声などが SNS でも広がっていたかなというところではございますが、さっきも言いましたけれども、その後まあ ETF の承認判断延期されてます。他のところ、ブラックロックとかですね。で、多分本命として思われてるのはブラックロックだと思って、さっきの JP モルガンの話とかもありましたが、多分来年の3月ぐらいが、うん、その最終審査まで多分引っ張られる、まあ今までの流れ見てるとそういう状況かなと思うので、ちょっとまあ、このなんか直近でというよりは来年が勝負なのかなと思っておいた方がいいのかなというところはあるかなというところですね。はい。まあ、ただ、細かくは値段動いたりするので、やっぱりこの ETF 関連の報道には一定の注意が必要かなと思ってます。そうですね。はい。来年の3月よりはもう延期できないですもんね。
確かそうだったと思うんですよね。はい。そうですよね。そう。だからそこら辺でどういう結論が出るかというところだと、はい、まあ、ブラックロックの最終がそこだと思ってるので、そこが一個のポイントなのかな、みたいな。うんうん、まあ、ものすごい SEC が何かあって心変わりしないとそこまで引っ張られるんじゃないかなと僕は考えてますね。なんかもう、急激な意識の変更がない限り。そうですよね。そうですね。まあそうなるとやっぱりね、うん、選挙には意識しちゃいますよね。そうなんですよ。やっぱりそこ前回の放送でも詳しくね、うん、大木さんにもアメリカ大統領選の話話していただきましたけど、まあそのあたりと重なってくるし、半減期とも重なってくるみたいな。そうですね、うん、ところがあるので、どうなってるんだろうな半年後みたいなところはあるかなと思いますね。そうですね、うん、うん。で続いてですが、メーカーDAO関連でさっきのヘッドラインにも2つニュースがありました。2つありましたね。はい。日本でサブDAOを立ち上げるっていうニュース、そしてそうなんですよ、ソラナベースのブロックチェーン構想を提案というニュース。うんうんうん、うん、まずサブDAOの方なんですけど、はい、はいはい、これはサクラDAOっていうふうに、はいはい、と呼ばれてまして、うん、先週末土曜日ですね、はい、フラクトンベンチャーズ、うん、鈴木雄大さん先日ゲスト出演いただきましたけど、はい、そのフラクトベンチャーズが主催で渋谷のセントラムで開催したイベントに、うん、ルーン・クリステンセンっていうメーカーの創設者が登壇して、はい、うん、サクラDAOについてアピールしたんですよね。なるほどなるほど、はい、で結構その満杯になるぐらい人も集まっててかなり盛り上がってたんですけど、はいはい、これはいろんな意味で話題になってるニュースかなというふうに思いますと、うん、そうですね、でまずサブDAOって何って、まあ以前話したことがあるかもしれないですけど、はい、DAO内部での専門グループというふうに簡単にまず捉えればいいんじゃないかなというふうに思ってまして。なるほど、まあ、例えば、うん、DYDX でもサブDAOがありまして、ほう、 DYDX は今のところ2つしかなくて、うん、1つはグラントのサブDAO、助成金のサブDAOですね。はい、もう一つはオペレーションの領域のサブDAOですと、オップスサブDAOとか言われてるんですけど、その2つだけですと、はい、うんうんうん、でそれぞれ予算割り当てられて、まあ、例えばグラントだったら、うん、つい先日プログラムの延期が決定して、はい、まあ、6ヶ月で200万ドルぐらいかな、うん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 、3億円ぐらいですかね。すごい、うん、これを割り当てる、差配をするみたいなサブDAOで、オペレーションの領域のオップスサブDAOは確か18ヶ月で600万ドルとかだったと思いますね。ほう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 。なんでまあそういう風に予算がつくんですよ。でちゃんと専門領域で力を発揮してくださいみたいな、うんうん、まあ、DAO のトレジャリーからですね、予算が出てくるのっていう話ですと。で、ただ当然、その当然というか、そのサブDAOにもいろんな種類があってよくて、グロースサブDAOとかっていう構想っていうのは DYDX とかでもあるんですけど、はいはいはい。要は GTM って日本語でも言うんですかね、Go to Market って結構海外で言ってるんですけど、ほうほうほう。要はその国の関係すること全部やるみたいな。なるほど。マーケティングコミュニケーション BD、うんうんうん、そこら辺もろもろ、まあ、規制とか、はいはいはい、ロビー活動とかも含むイベント、うん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 、その辺全部やる、まあ、GTM のサブDAOって必要だよねっていう話は、マーケットに突っ込めみたいな。そうですそうです。なるほどね。そうですそうです。でちなみにこのメーカーのサブDAOって全貌がちょっとはっきりしないところがあるんですけど、はい、おそらくその日本のサブDAO、サクラDAOっていうのは日本の GTM のサブDAOでしょう。ああ、なるほどなるほど。だから今まで説明してたのは、うん、グラントのサブDAOとかオペレーションのサブDAOっていうのは DYDX の事例で、 DYDX の、そうですそうです、例えばの話です。はい。ちなみにさっきのサブDAOで予算割り振られるって言ったじゃないですか、それは、はい、メインDAOから割り振られるものなんですか？あ、そうですそうです。仕組みとしてはメインDAOはそうです。 DYDX のDAOから DYDX のグラントDAOに、はい、の DYDX のDAO、メインDAOで決まった金額が振り込まれるみたいなことですよね。入金される。あ、そうです。なるほどなるほど。まあグラントサブDAOを担当しますって人が出てくるんですよ、うん、そうかそうか、いろんな人の指示のもと、うん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 、でこんぐらい予算くれって言うんです。そうか、逆に初めにそうかプロポーズ出すんだ、はい、出すんです、うん、メインDAOに対して出して、はい、メインDAOからもらうと。そうです。でこれちょっとこの用途がちょっと不明瞭だねとか、まあ、たまにツッコミ入ったりするんですけど、うんうんうん、はいはいはい、はい、まあ、そういうのを得て通るんですか、予算が。なるほどね。はい、でメーカーが全く同じ仕組みとは思わないんですけど、うん、だしそのどんくらい予算がつくとかファンディングつくとかっていう話は出てないですし、まあ、おそらく、うんうん、あとその代のファーミングで日本の独自トークンを発行するっていう、ちょっとこれ具体的にはどうやるんだろうっていうのは僕はまだよく分かってないんですけど、うんうん、まあ、あの資金をどうするのかっていうのはまず置いといて、うんうんうん、あの日本のそのサブDAOが立ち上がりますと。なるほど。いうところで、これなんか二つ注目点があるかなというふうに思ってまして、まず一つやっぱなんで日本なのかっていうところ。はいはいはい。
ですよね。確かに。で実は僕その WebX でルーン・クリステンセンとちょっと話す機会があって、うん、はいはいはい。でその時は彼は日本と韓国にすごい注目してたんですね。ほうほうほう。で日本に注目する理由って結構単純で、うん、その Web3 プレイヤーが海外の Web3 プレイヤーが日本に対する結構憧れを抱いているっていう風に普通に真顔で喋るんですよ。はいはい、本人が。なるほどね、うん、本人が、うんうん、はい、で日本のサブダオって、まあ、桜ダオっていうそのノスタルジックっていうんですかね、なんかそういう感じだと、コテコテの名前っちゃコテコテの名前ですよ。いや日本人が聞いたらコテコテです。いや本当コテコテ路線で結構要はその日本にこう集まって日本でのサブダを支持する流れっていうのはできるんじゃないかっていう風に話してたし、やっぱその後日本国内の方でも規制緩和とかあって、うんうん、ウェブさんホワイトペーパーの流れは知ってるから、はいはいはい、日本のコミュニティも経営しやすくなるんじゃないかとか、うん、なるほど、いう読みなのか知らないですけどもあったりしていて、日本にはかなり注目しましたと。そうか、だから海外からも日本はそもそも注目されているし、うん、まあ憧れられてる、そう憧れられてるっていう。そうで、あとこのチェーンアナリシスってあるじゃないですか。はいはいはい。であそこが2021年7月から2022年6月うん、までの1年間のディファイ取引額っていうのを出してるんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと古いんですが、その取り、うん、ディファイ取引額が日本が567億ドルだったと。ほうほうほう。でこれで韓国の2倍で、なるほど、中国の676万ドルに迫る規模なんですね。ほう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 。で要はディファイ日本結構アジアの中でもこの時点では2位なんですよ、中国の次。はい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 。で結構来てるじゃんみたいなのもいろいろとすごい興味を示していて、ちなみにこれ僕が指摘してあげたんですけど、なるほどね、おおみたいな感じで、うんうん、やっぱそうだよねみたいな感じで話していたので、でっていうかそこまでぐらい背中押したかもしれない、はい、面白いですね、面白い、うん、面白いんですけど、今言った理由って、うん、嫌な言い方をすると、うん、結構他の人誰でも思いつきそうじゃないですか全部。まあ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 ね。一、うん、週間ぐらいリサーチしたら全部。そんなしなくていいから。ちょっとリサーチしたら全部出てきそうな要素じゃないですか日本に来る。うん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 。っていう、だから、いや、いいことなんだろうけど、うんうんうん、他になんか理由があって彼が話してないのかもしれないですけど、日本に来る、はいはいはい。ただ、今のところ聞いてる話だと、うん、結構その表面的に全部受け止めてきてる気はしました。で、特に具体的にどう日本で GTM、Go to Market をやるのかっていうのは、まだあんま決まってない印象がありました。はい、なるほどね。はい。もともとだから結構、日本好きなんですかね。どうなんすかね。けど日本、うん、なんだろうな。もちろん、メーカーファウンデーションにいた時とか、回ぐらいなんかインタビューしたことある気はしますけど、うん、いやただそんなどうなんだろうな、そこら辺ちょっとわかんないですね、うん、なるほどね。けどそんなに日本に頻繁に来てますみたいな感じには見えなかったですね。ギャビンウッドよりは頻繁に来てないかもしれないってことですよ。ギャビンウッドよりは実は頻繁に来てないかもしれない。実はギャビン日本大好き、はい、うん、はい、けど天才的な発想ですごいなんか見えてるものがあるのかもしれないですね、うん、日本のポテンシャルあるかもしれないし、まあいろんな情報が入ってるのかもしれない、はい、あのプラクトンさんがねそれこそ、うん、そう日本のイベントもオーガナイズしてたんで、そうそうそう、まあ、そこら辺から日本の情報入ってるかもしれないです。まあある程度表面的なことは、うん、まあ仕方ないというか、まあ僕らも、はいはい、例えばアフリカの今のビットコイン市場はって言われた時にね、表面的なことはなんとなく言えるんですけど、うん、実際アフリカに行ってみたら全然違うじゃんみたいなことあるかもしれないんで、うん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 、まあ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 そういうもんかなとも思いながらも、うん、ただまあ結果的には日本にとってはいいことじゃないですか。なんか日本、あと日本と DAO みたいな話で言うと、はいはい、ああそういう意味ではいいと思います ね。そもそもサブダオって何って興味を持つ人も増えると思うし、そう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 、その GTM って言い方はしないと思いますけど、まあ GTM だと思うんですよこれは、うんうんうん、GTM の市民権を得るといいなって思いますし、うん、確かに確かに、ちょっとそれはもう一つのポイントで少し話したんですけど、うんうん、まあ、あとその台ですよね、台とかメーカーか両方ですけど、はい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 、これが日本でどう受け入れられるための具体策を練り上げていくかみたいなところは、うんうんうん、なんかこうコミュニティ主導でやっていきたいっていうような声もあったりして、それは日本のチームに考えてほしいみたいなところもあるんですよ、うんうん、そこは投げちゃうんだみたいな、はいはいはい、うん、あったりしたりして、ね、うん、であとそのルーン・クリステンセンがスライドで説明してた、はい、このサブダオ桜ダオがやれること、うん、まあ、いろんな例を書いてたんですけど、はい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 、例えばダオガバナンス主導のアニメとか、お
なるほどね。遠くの保有者向けのコンテンツとして桜祭りとかあったりして、なんか行きたいですよ、行きたいですけど、死にたいですけど。うん、来年4月にやんのかな、桜祭り。これが、いや、いいんだけど、これがキラーコンテンツになるのかなとかって思いません、ちょっと。まあ、この、そこを聞いて、確かにちょっと大内さんが言いたい、なんか引っかかってることは、なんか伝わった気がする。はい。うん。そう。なんか言いたいことは分かるというか、はい、思いますね。ね、日本の人にグローバルなDAOで働いたり、繋がってほしいっていう話をしてるので、そういう意味にとってはすごいいい機会だと思う。そういう意味ではめっちゃいいと思う。めっちゃいい機会だと思うんだけど、うん、まあなんか NFT、DAO ガバナンスで NFT とアート作るとか、アニメ作るとか、うんで、なんかちょっと表面的な気がするけどね。そうなんですか。大丈夫かなって気がするけどね。メーカーが言うから、うんって思うけど、違う変なプロジェクトが言ってたんだ。何考えてんだよって言っちゃいそう。そうだ、メーカーだから許されますよ。許されることだと思うよね。うん。アイドルとか作んのかな、桜ガールズとか。まあけど、どっちにしろ、ただその、うん、プラスのところもすごくあって。はいはいはい。やっぱメーカーってなんかこう開拓者的なところがあるなって個人的に思うんですけど。なるほど。結構ね、ぐいぐいいろんなことやるところであるなというふうに思ってて。うん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 、で、まあ、さっきは GTM、GTM、GoTo マーケット言ってますけど、うん、要は今後のまあクリプト、ディファイ系の未来って分散型 GTM が来るんじゃないかなとは思ってますね。なるほど、なるほど。例えば中央集権的な組織、まあクラーケンとかコインベースとかあるじゃないですか。うんうんうん、で、日本で GTM やるのって、うん、コインベースジャパンとかクラーケンジャパンじゃないですか。うんうんうん、そうね。いわゆる支社とか、そうですね。はい。関連会社じゃないですか。はいはい。けど、クリプトの世界って本当はそもそも中央集権的なエンティティってないはずだから、うん、別に紐づかなくていいんですよ。うんうん、中央集権的なエンティティに。うん、なんで結構その独立したエンティティの集合体みたいなのがクリプトの未来な気はしていて、うんうん、でそのうちの一つのエンティティがじゃあ日本を担当するけど、けど別に中央の指示とかはわからないし、自分たちが好きなようにやるし、けどまあ説明責任は DAO に対してやるしみたいな、うん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 、なんかそういう感じ、うん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 、になるのかなっていう気はしていて。なるほど。そう。今僕、DYDX ファウンデーションのジャパンリードをやってますけど、はいはい、でちなみに DYDX ファウンデーションは中央集権的な組織で何でもないんですが、まあ、管理者でもないし何でもないんですけど、一応 DYDX ファウンデーションの持ってる予算で、例えば僕の給料とか払われて、はいはい、で、日本の、まあ、GTM をやってると。うんうんうん。で、けどこれって別に未来永劫その形が続くわけじゃないなっていうふうに思ってるんですよ。なるほど。分散型 GTM。うんうん。サブダオですね、うん。はいはいはい。別の名をでやってもいいことなんじゃないかなと思っていて、うん、でけどその形として別に DYDX ファウンデーションの子会社としてやるわけじゃなくていいと思うんですよ、うんうんうん、自分たちが DAO から承認を得て任されると、そういう形で、でそういうのが例えばインドバージョン、トルコバージョン、フランスバージョンって出てきて、うんうん、でお互い別に同じ主人を共有しないというか、全くその独立してるエンティティで、うん、でそれが集合している感じっていうのが未来なのかなとは思ってるんですよ。でメーカーの今回の取り組みってその方向性の一歩だと思うんですね。なるほど、うん、その荒削りな面はあるかもしれないですけど、うん、そっちに向かう一歩であると思うので、これは注目するしかないでしょうとは思ってますね。面白いね。失敗するにしろ成功するにしろいろんなこと学べるんじゃないかなとは思いました。うん、確かになんかこれまでのエクストラゲスト会でもいろんなDAOの話深掘りしてって、そのDAOから仕事をもらう会社みたいな話も種野武さんとか話してましたけど、はいはい、なんかそこにもサブDAOがまたぶら下がってきたりとかするっていう。そうですね、面白いっすよね。DAOの下にサブDAOがあって、それがリージョンで分かれててとか。そうです、そうです。で極論言うと桜DAOと梅DAOみたいなのできるかもしれないってことですよね。あ、どうなんだろう、サブDAO2つできてどっちか争うみたいなこともあんのかな。まあそっちの方が効率がいいというか、ね、まあエコシステムにとってプラスになるという判断があったらそうなるかもしれないですけど。そういうこともあるかもしれないですよね。うん、うん、ダメな理由はないんじゃないですかね。そうですよね。だってもう一個のDAOが申請していけてんじゃんって言ったら、そっちに予算つくかもしれないですもんね。うん、うん、なるほど。これまあもっと言うと、そのこの外資系の会社ってあるじゃないですか。はいはい。で当然日本の GTM をやるのって日本の支社じゃないですか。うんうん。その概念を壊しにかかってると思うんですよ。なるほど、ね、これってこの流れって、うんうんうん、
それは面白いと思います。うん、面白い。で、外資の子会社につくのって大体マーケティング会社とか PR 会社でしょ？はいはい。そうそうそう。で、ぶっちゃけそういうのがもしかしたら、いや、そうなのよ。いらなくなるって言ったらあれかもしれないけど、存在感は薄くなっていく。うん。気はします。いや、そこはわかるね。正直なんか、いや、わかんないですよ。これ、特定の何かを指して言ってないですけど、いろいろ僕も、そういうとことコミュニケーションしてまして、うまくなんか、PR できてると気がしないものも結構見てるので。なるほど、うん。付き合い結構ありそうですね。なかなかね、そう、すごい結構、そこが固まっちゃってんなっていう気はするよ。ね、うん、なんかこう、もっと競争原理があってもいいのになっていう気がする。うん、うん。うん、そうですよね。うん。いや、面白いですね、うん。またちょっと桜堂についてももしかしたら、まあこれフラクトンがなんか関わるのかどうかよくわかんないですけど。そうですね。フラクトンさんがどういうふうに関わるのか、まだ僕もよくわかんないんですけど。だからただ、うん、イベントをまたやるって言ってましたよ。この桜堂の。なるほど、なるほど。スレートだったかな。あの、フロントエンド開発してるスレートって会社があるんですけど。はい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 。彼らが。で、あとその例のディスコースですね。ガバナンスのフォーラムっていうのも立ち上がってて、はいはいはい、でそこで何人か日本の方もコメントとか提言とかし始めていたりするので、なるほど。今自発的な日本でのコミュニティ形成っていうのをすごく期待してる印象はありますね。はい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 。で、なるようになるというか。なるほど。そんな感じでした。なるほど。ありがとうございます。いや、でもちょっとこれまたね、はい、進捗追っていきたいですね、桜田を。そうですね。はい。はい。で、もう一個あれですよね。メーカーのニュースとしては。あ、そうです、そうです。うん。で、メーカー DAO がソラナベースのブロックチェーン構築を提案っていう。はいはいはい。またこれルーン・クリステンセンが提案して、で、こっちはプチ炎上ですかね。そうですね。プチ炎上してますよね。なんか、このニュースを受けてビタリックが MKR を全部売ったっていうニュースもね流れたりしていてはい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 、はい、でこれ要は2つともサブダオもこの独自チェーンもエンドゲームプランの一部なんですよ。なるほどなるほど。前発表したやつだ、はい、そうですそうです。最終段階、うん、最終段階、うん、うんうんうん。でまあ独自チェーンっていうのはそこでも確かニューチェーンだったかな、そんな感じで出てきた。はい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 。で、それを、まあ、ソラナのコードベースを用いたブロックチェーンの構築っていうのを提案して、うん、で、コスモスもいいかもね、みたいな感じ。そうなんですよ。ですけど。ね、ソラナじゃない場合は、コスモスもあるかもね、うん。で、コスモスで独自チェーン、SDK で、うん。だから DYDX さんみたいな感じのこともチラッと匂わしてたんですよね。そうなんですよね。うん。そう、そこで、そのスレッドがあるんですけど、ルーン・クリステンセンがまたそのディスコスで提案したスレッドがあるんですけど、うん、コスモスからもコスモスがいいよっていう意見があったりとか、うんうんうん、あと、ポルカドットも、ポルカドット採用すべきだって意見もあったりとか。なるほどね。忘れてるんだ。いろいろみんな、そう、そこのスレッドでいろいろ頑張ったりはしてるんですけど。ただこれ全部を引っ越すってわけじゃないんですよね。うんうん、多分ユーザー向けサービスは今まで通りイーサリアムに残り続ける予定で、ブリッジを置いて繋げていくってことなのかもしれない。だからこれもサブダオに関わってくるところですよね。その新しく仮にどっかで独自チェーン作って、はい、メーカーのバックエンドロジックとメーカーの下部組織のあるサブダオを含めたトークンエコシステムの移管をする予定。イーサにも残し、ユーザー向けには残し続けってことなのか。ちょっともう報道を見るとそんな感じで書いてますけどね。ああ、なるほどですね。うん。いや、それ2つになったらなんか混乱しないのかな。どうすんのかな。ちょっとごめんなさい、僕もここの、うん、プランが。そうね、はい、うん、まあけどこれはなんかこうビタリックビタリックが打った、もうこれ受けてか受けたからなんですかね。それはまあ明言しないか分かんない。明言しないけどまあ偶然かもしれないその時間軸的にまあそうね。そうこういう言い方をしましょう、うん、いやソラナも例えば DYDX も検討したんですよ、うん、エンジニアたちが。なるほどなるほど、はいはい、はい、で、うん、ちゃんと自分たちで結論を出して、うん、今の自分たちには向いてないねっていう、なるほど、結論出したんですよ、そのプロダクトのために、うん、はいはいはい、うん、で他の L1 とかチェックして最終的にコスモスに行き着いたっていう経緯があって。なるほど。で要はここで宗教論争っぽくなるのってルーンもちょっとそこは僕文句言ってたんですけど、そういう批判があることに対して、うん、そのゴミみたいなチェーン行くみたいな行くなみたいな、はい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 、声があったことに対してルーンがなんかこう反論してたんですけど。なるほどね、うん、ちょっとそこは僕も共感するところがあって、うんうん、でそこにビタリックのそういうニュースが入ってくるとなんか煽ってる感がありません？うん、だから、ね、そういうとこもっとうまくっていうか、だからイーサリアムマキシとか言われちゃうんだよとか思っちゃいますけど。まあ、なあ、そうね。なんだろうな、いろいろ検討してやっぱプロダクト、うん、ユーザーですよね。ユーザーが使うユーザー体験にとって何がいいのかっていう
のをこうしっかり向き合ってで出した結論ならしょうがないんじゃないとは思うんですよ。うん、そうね。うん。そらなだからダメとか、うん、なんかそういう方に話がいっちゃうのはちょっと違うんじゃないかなと、と思いましたっていう。そらなもそれは立派な L1 だとは思いますっていう。検討に値するチェーンだと思うのでっていうところですかね。まあそれでね、はい、周りが揉めてもしゃあないしね。うん。うん、でも、ビタリックもかわいそうだね。まあ、銀行口座ずっと見られてるような感じだよね。まあ、この間もイーサーをなんかさ、コインベースに送ったとかさ、なんでクラーケンじゃなくてコインベースなんとか言われてさ、まあ、他にも資産管理はしてるんでしょうけど。ああ、そうだったんですね。確かにそれで言うと。そう、この間ね、コインベースに送ったってニュースになってましたよ。うん。だってクラーケンとだって、仲ビタリックって仲いいですもん。仲いいですよね。そもそもだって、はい、ビタリックがイーサリアム作る前に、うん、当時のクラーケンの CEO の多分オフィスとか当時っていうかその創業、あ、そうだそうだ、変わりました、そうそうだ、最近変わりました、最近変わった、そうそう、あの、はい、ジェシーね、ジェシーの多分部屋とか会社に転がり込んでて、はい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 、で寝泊まりさせてもらったり、当時多分ビットコインマガジンのライターだったから、で、なんか聞いたところで言うと、もしかしたらその時にホワイトペーパーちょっと書いてたのかもね、みたいな。パチパチやってたから、とか言われてる。そのぐらいの中ですからね。で、あやさんもね、イーサリアムファンでしたね。あやさんももともとクラケンだし、うん。クラケンジャパンのね、CEO でしたからね、一時。そうですよね。うん。まあそうね。だから、あれだけ影響力のある人がそういう行動を、いや、真意はわかんないですよ。取ると、なんかこう、うん、それに乗っかる、コミュニティの人たちが出てきちゃって、うん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 、そんなクソコインを選ぶなみたいな話になっちゃいませんって、そうね、思ったっていう感想です。うん、はい、はい、なんかそこでの議論はあんまりなんかもういいんじゃないっていう。うん、なるほどね、うん。まあでもちょっとこのメーカーの動きは面白いな、いろいろあってやっぱり先行してますね、いろいろ。え、今度メーカーのメーカー詳しいね、誰なんですかね、詳しい人。ね、ちょっとお声掛けしてみましょうか今度。そうですね。はい。で、次ちょっと取り上げたいニュースは、バイナンスが BUSD の取り扱い終了というニュースが出ました。8月31日に段階的に終了することを発表してます。まあ、もともとアメリカの米ドルステーブルコイン BUSD として発行してたものなんですけれども、こちらが、いわゆるこれも昨年ですかね。実際アメリカの規制の影響で発行ができなくなり、実際その発行元であったパクソスがもう BUSD のミント、まあ発行とかを停止したということが原因になって、今回 BUSD がバイナンスでももう使われなくなるというところでございます。で、今バイナンスジャパン日本に皆さん移行中みたいなタイミングだと思うんですけど、逆にその移行期間中はバイナンス .com ユーザーの人も現状でもバイナンス .com 使ってると思うんですが、結構これスケジュール感的にはもうこれ直近で使えなくなってしまうので、もしバイナンス .com ユーザーの方で BUSD、まあ BUSD 確かね取引結構やりやすかった記憶があるんですよね。で、一時期は確か USDC とかをバイナンスに入金しても勝手に BUSD に変換されるっていう、去年かな、サービスがやってたこともあったんで、これに関してもしお持ちの方は早めに交換しといた方がいいかなと。で、グローバルの話で言うと BUSD の残高を FDUSD へ交換することが推奨されていて、今 .com にログインするとスワップしますかみたいなのが出るようになってると。で、BUSD から FDUSD への1対1への価格比率にて手数料ゼロで交換できるとアナウンスされてますということです。で、逆はできませんと。で、この FDUSD は香港に拠点を置くカストディアン及び登録信託会社のファーストデジタルが発行する担保型の米ドルステーブルコインと。で、今年7月にバイナンスが取引所として初めて取り扱いを開始したステーブルコインですと。だからこれに推奨されているということです。で、おそらく、ジャパンのユーザーは、この FDUSD に変えても、FDUSD がバイナンスジャパンに上場しないと、それまたビットコインに戻されちゃう。うん。移行のタイミングですね。11月末の移行のタイミングで戻されちゃうので、ちょっとこの先のニュースでも、バイナンスジャパンの発表で100銘柄取り扱うって言ってたんで、これも入んの、まあでも、これはまた規制の問題でステーブルコイン難しいような気がするんですけどね。まあ入らなければ、この 1,2 ヶ月で入らなければまたそれが変換されることになるので、その点も留意して、まあ BUSD のスワップ、うん、外部のウォレットに出すなり、まあ別のトークンに変えるなりしといた方がいいのかなとは思ってます。はい。で、これ結構スケジュールが早くて
取扱い終了はバイナンスローンから実施されて、9月6日の4時日本時間で、今のは UTC なんですけど、日本時間で言うと9月6日の13時、だからこれちょっと放送には間に合わないんですけれども、融資可能資産としての上場が廃止されて、9月7日の9時からは BNB チェーン、アバランチ、ポリゴン、トロン、オプティミズム上で発行された BUSD の出金が停止されると。でちなみにイーサリアム上の ERC 規格の BUSD の入出金については通知されるまでは一応サポートしてるということなんですけど、いろんなチェーンのものがどんどんと段階的に使えなくなるということなんで、皆様詳しくはバイナンス .com からの通知なんかを見て対応していただくのがいいかなと思います。はい、ということで今回もちょっとかなりボリュームが長くなってしまってるような気がするんで、最後手短になってしまうんですが、 DYDX さんもニュースがありましたね。はいはい、さっきもちょっと触れられてましたが、 V4 の採用と独自チェーンへの DYDX トークの移行がコミュニティで可決ということで、うんうんうん、はい、まあこれは本当肝というのは DYDX トークンというガバナンストークンがありますと、うん、現在はイーサリアム基盤です。はい、でこれが我々 V4 移行するじゃないですか。はい、コスモス独自チェーン DYDX チェーンを構築中で、うん、それができたらイーサリアムベースの DYDX トークンそのまま使えないじゃないですか。そうね、うんうん、なのでマイグレーションと我々が呼ぶ移行を DYDX ファンデーションが委託したスマートコントラクトを使ってブリッジして移行しましょうという提案がコミュニティから支持をいただいたと。なるほど。いう形ですね、うん。で、それを聞くと、なんかまだ整理できないと思うんですけど、いろいろと。肝は DYDX トークン、当然今 DYDX トークン、イーサリアム上の持ってると、その同等のものが DYDX チェーンでももらえると、うん、いうことですよね。うん、で、DYDX チェーンでは POS なんで、独自チェーンなんで、そのままそれステーキングに使えるんですよ。ほう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 。DYDX トークンが。なるほど。何で、いくらとかそういう話はちょっと言えないんですけど、うん、私、まあ、本当に正直なところ分からないんですけど、はいはい、としては、バリデーターに今まで DYDX トレーディング社が稼いでいた手数料が分配されるんですね。うん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 、取引手数料。なるほど。で、それの一部がステーキングをした人に来ます。ほうほうほう。なるほど。その新しい DYDX トークンの方をステーキングした人ってことだよね。そうです。うん、移行した。うんうんうん。なるほど。そうです。それってワクワクしませんっていう。だって取引所の手数料の一部をステーキングすることで、まあ、もらえるようなもんですよ。それやっぱりすごいことですよね。今までね、セックスだと考えられないというか、はい、考えられない、考えられないですよ。もういくら取られてきたんだって話ですから、はい、僕ら、はい、はい、だし結構 APR も取引ボリュームによって手数料も変わっていくじゃないですか。はい、そうですね。だから結構強く相場になったらガーって上がる可能性もあるし、うん、うん、なかなか APR も、まあ、どう出るのかっていうのはまだ分かんないんですけど、はいはいはい、うん、いやなんでまあそういったこう新しい、まあ、ガバナンストークンなんですけど、一義的にはただステーキングにも使えるってことですよね、うん、当然コスモスでは DYDX トークン、まあ、トークンをステーキングすることで、当然、まあ、バリデータにステーキングすることで、まずネットワークのセキュリティとか高めるってなるんですけど、うん、もう一つはガバナンストークンにもなるんですけど、うん、まあ、やっぱりセキュリティ強化に貢献する対価として、まあ、ステークする人が報酬をもらうっていう、うんうん、でそれの原資が DYDX 取引所の手数料ですって、うん、なるほど。話です。なるほど、なるほど。いいですね。はい、ちなみに、大木さんがちょっと立場上答えられないことがあるかもしれないんで、はい、なんとも言えなかったら、ちょっとノーコメントでって言ってほしいんですけど、素朴な疑問として、じゃあ今 DYDX のイーサートークンを、例えばそれこそさっき言ったバイナンスとかいろんな海外取引所とかで持ってる人がいるじゃないですか。うん、もしくはメタマスクとかに入れてる人がいるじゃないですか。はいはいはい。そういう人は今準備としてはどういうことをしときゃいいんですか。とりあえずセックスに置いといても、ウォレットに置いといてもいい、まだ。まだ大丈夫です。まだ待ちで大丈夫です。ふんふん。で、今なんか スマートコントラクトは監査中なんですね。あ、なるほど。はい、でそれが準備できたらやり方とともにまた発表があると思います。なるほど。だし今回も可決は、今回の提案の可決もコミュニティ可決してくれたんですけど、うん、まだ1回投票があります。あ、最終決定ではないんだ。はい、一応そうです。なるほどなるほど。スナップショットっていうそのオンチェーン投票の手前の投票です。なるほどなるほど、そういうことなんですね、はい、うんうん、コミュニティ可決なんだ、はい、そうですそうです、うんうん、なるほど。まだ動かなくて大丈夫ですけど、現時点では、うんうんうん、ただ今後ニュースには注目くださいと。で最終的にはこれからあと1回あるってことですか。
本チェーンの投票が。投票はあと1回あります。なるほど、なるほど。でもそれで可決したらそうなると。はい、で、将来的に、じゃあまあそうなったらセックスというよりは、あれですよね。多分、ウォレットに入れてブリッジするみたいな感じになるんでしょうかね。わかんないけど。ああ、そうですね。そこも結構その詳細ってこれから出てくると思うんですけど、うん、セックスはセックスで一括で、まあ、向こう多分カストーディアンとか使ってる可能性があると思うので。なるほど。もう一括でそれを移動してくれるのかどうかも今結構。そういうことか。交渉してると思います。なるほど。もしかしてセックスユーザーでそのセックスにデュエデックストークを持ってる人は、うん、何もしなくていい可能性はありますが、うん、まあセックスにもよるよね。よるし、どういうまとめになるのかもまだ分かんないです。分かんないし、はい。し、この新トークンがまたセックスに上場するとかもあるかもしれないんだよね。あ、もうそれはあると思いますね。はい、そうだよね、うん。はい。なるほどね。はい。そう、セックスがブリッジをやってくれるのかどうかも、うん、そういうことですね。うんうん。うんなるほど。ちょっとこれ注目ですね。これもでもこのあたりもまあその年内ではまとまってくるってことですもんね。多分。あ、これはもうメインネット前じゃないといけない。ないとダメですよね。じゃないと、はい、うん、動かないですもんね。今後 1,2 ヶ月の話だと思います、ね。おー、なるほど、なるほど。ちょっと注目します、これも。ぜひぜひ。はい。で、ちょっとまあ DYDX さんに多分関連したニュースとしてもう一個あったのが、コスモスネイティブの USDC がノーブルでローンチっていうニュースがありました。こちらについてもちょっと補足いただけると。はい。これはですね、舞台裏としては結構冷や汗もので、うん、このタイミングでの発表じゃないですか。9月5日、ね、はいはいはい、あのメインネット 1,2 ヶ月前での発表なんですか。なるほどね。これヒヤヒヤしてましたね、正直。あんま詳しくは喋れないんですけど、はい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 、あのヒヤヒヤしてまして、なるほど。要はそのステークホルダーがサークル社とコインベースとかじゃないですか。そうね。 であとノーブルね、うん、はいはいはい、でそこでの連携って結構やっぱり時間がかかってみたいで、うんうん、なかなかメインネット間に合わなかったらどうしよう。なるほど。DYDX が USDC がね、これ証拠金として使ってるので、うんうんうん、ね、もし間に合わないなんてありえないじゃないですか。なるほど。だから一時期は USDT の検討もしようかみたいな話はちょっとありました。なるほど、なるほど。まあ万が一これが いかなかったら、いかなかったら、なるほど、ね、ちなみに USDT ってもネイティブで出てるんで、そのカバっていうところ経由で出てるんですよ。なるほど、はい、コスモスで、はい、はい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 、そういうことかっていう冷や汗もんでした。滑り込んだってことね、はい、これは間に合ってよかったっていうニュースです、うん、なるほど。じゃあ先週かその前かに紹介したコインベースとサークルの資本関係のリニューアルと新しいチェーン対応の中にもこの話はありましたけど、それがあのタイミングで出てやっと間に合ったっていう流れになってるんですね、はい、あ、そういう流れだと思いますね、なるほどね、はい、そうなんですよ、はい、まあ良かったですね、大木さん的には。 はい。そもそも USDC をコスモスに持ってきたのは DYDX 説っていうのもあるんで。なるほど、なるほど。まあ、これを促したってことね、要は。そうです。うん。その DYDX にこうね、迷惑かけるのかみたいな。まあまあ、そんな話は、そんな言い方しないですけど。なるほど、なるほど。でもまあなんかあったんでしょうね。わかんないですけどね。うん、うん。はい。裏ではいろんな交渉というか。うん。はい。今回もエクサスをお聞きいただきましてありがとうございます。このエクサス通常エピソードですね、今回エピソード27なんですけど、こういったエピソードと EP と、タイトルについた通常回では毎回リスナー証明書のポープを DYDX さんのサポートで配布しております。この放送後にですね、 DYDX ジャパンコミュニティの公式ツイッターがツイートする専用フォームにですね、皆さんのイーサアドレスとディスコード ID、 そしてこれから大木さんが言う秘密の言葉を入力いただけると、どなたにも無料でリスナー証明書のポープを配布しておりますので、ぜひぜひ皆さんコレクションしていただければと思っております。今回がエピソード27のポープになります。はい、それでは大木さん、今回秘密の言葉何にしましょうか。今回はメーカーでいきましょう。メーカーでいきましょう。今日まあ詳しくね、はい、大木さんに解説いただきましたが、メーカー道のメーカー MAKER ですね、はい、MAKER と英語で書いてですね、ぜひとも皆さん、はい、投稿していただければと思います。はい、はい、またこのエクソダスではこういった通常回、まあ、ニュースとかですね、相場を振り返る水曜日の回に加えて毎週月曜日にエクストラ回も配信しております。今回本編の中で触れましたが、今週の9月4日の月曜日にはフラクトンベンチャーズの鈴木雄大さんに来ていただいて、結構DAOの本質的なですね話をしていただけたかなと思っておりますので、まだ聞いてない方がいればですね、ぜひぜひエクストラ回も
で過去のものもたくさん上がっておりますので、過去の通常回も後半のニュース深掘りなどのところは後で聞いても参考になるところあると思います。ぜひぜひバックナンバーもチェックしていただければと思います。またこのエクサスでは番組の感想や番組でこういうこと話してほしいみたいなリクエストをですね、積極的に募集しております。 X 旧 Twitter でハッシュタグでエクソダスしようと、エクソダスはカタカナ、しようはひらがなです。エクソダスしようというハッシュタグをつけて、ぜひぜひ感想をポストいただければと思います。また僕と大木さんの XDM 開放しておりますので、そちらに DM いただいても構いません。ぜひぜひ皆さんのリクエストや感想をお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さようなら。さようなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。